t サポートを装着した様子。通常はこのように単歌詞装具のカフに男性バンドを装着して使用することが多い。t サポートは宝塚リハビリテーション病院の理学療法士中谷智夫の指導の下、河村岸株式会社が開発を担当した歩行補助具である。主に脳卒中編麻痺者の歌し装具を用いた歩行トレーニング時に使用することで、 歩行速度の向上や硬い三頭筋の筋活動を復活するなどの効果が報告されている。2016年2月に販売が開始され、主に急性期や回復期の脳卒中変麻痺者の可視装具を用いた歩行トレーニング場面で使用されることが多い。最近では、介護老人保健施設や訪問リハビリテーションなど、介護保健課でのリハビリテーション場面においても、 その効果に関する報告が見られるようになってきている。t サポート製品詳細製品サポートパシフィックサプライ株式会社 www.p-supply.co.jp2018 年4月1日閲覧中谷智夫股関節屈曲補助バンドの使用による脳卒中変麻痺者の歩行因子への影響 日本技術総具学会誌30巻1号、38から40、中谷智か。歩行補助具 T サポートの装着が、脳卒中変麻痺者の歩行動作に及ぼす影響。日本技術総具学誌三34巻3号、230から233、長谷高隆史。急性期の総具療法。クリニカルリハビリテーション27巻1号、16から23、安倍博明。 大畑浩二、増田智子。脳卒中変麻痺者に対する歩行リハビリテーション。メジカルビュー社、勝谷正志、大村雄二、中谷智夫。盲点チェック。脳卒中リハ装具活用実践レクチャー。メジカルビュー社、河村博之、藤本康弘。ここがポイント。脳卒中の理学療法。金原出版株式会社、大西健太。 介護老人保健施設における脳卒中後遺症者に対しゲートソリューションデザインと T サポートを併用した訓練によって歩行機能が著名に改善した一症例。理学療法学44巻2号。ありがとうございます。